Oh my goodness, I'm shocked! It's a perfect day, Vanna! Yep! Yeah!皆さんこんにちは、キムちゃんチャンネルのロレッタです。先日うちのパパが私に会いに来てくれました。実は高校卒業してからいつも日本またはニューヨークにいたので、そういうちゃんと両親と会える時間がなかなか見つからなかったんです。でも最近私もこういうスケジュールがぎっちり入ってて忙しすぎるっていう言い訳はもう限界なんです。前回ママを紹介して日本のものをいっぱい話題にしたんだけど、今回はパパの番なんです。そうだよ、今回はパパもできるだけ自分で日本の文化を体験したいと言ってくれました。つまり今日の動画はパパと一緒に見つけたニューヨークのあちこちで見られる日本の影響をみんなとシェアしたいなと思います。ニューヨーク冒険スタート。はじめに訪ねてみたのは日本人が運営しているアーツギャラリーなんです。レゾバックスって言ってカフェもついて日本の文化を紹介するイベントスペースなんです。今回のイベントはコマンダルっていう会社のデビューでした。こういうコマダルで作った株に座りながらコマダルからお酒を飲むイベントでした。でこういう素敵な株だけじゃなくて、実はこういうちゃんとの鏡開き、そういうコマダルを壊すガブガブ飲むっていう習慣も初体験もできました。それにこういう素敵なマスのプレゼントをいただきました。あ、素敵。パパがこう日本の伝統に吸い込まれて周りの日本の文化の中ですごく感動したような顔をしたので本当に喜んでくれたと思う。それが終わったら次に見せたのはちょっと地元の人しか知らない日本のレストランを紹介したんです。酒蔵っていうところなんだけど、すごくおしゃれで本当に美味しいレストランなんです。名前でわかると思うんだけど、こういう酒蔵の特徴っていうのがお酒のことなんです。またガブガブ飲みました。で最後にちょっと夜遅くなったんだけど、日本の伝統からちょっと逆転して日本の現代を代表するカラオケボックスをパパに紹介したんです。ちゃんと日本人が運営しているカラオケボックスだったから本当に楽しかった。でもパパが日本語わからないから結局日本語の曲じゃなくて英語の曲を2人でデュエットを歌ってみました。あーパパ、こういう素敵な週末をありがとうございました。1日だけで短い間だったんだけど本当に幸せでした。ではみんなどう？自分の国で日本の影響を受けてるリトルジャパンっていうところがあるんでしょ？私はこういう文化交流できるところ本当に大好きだから、自分の国で見つかる日本のところ、日本風なところをコメントで教えてください。ではみんな最後まで見てくれてありがとうございます。次回までよろしくね。バイバーイ。Let's turn us jealous here.